はいどうも、ヤマトランクスです。今回のポケモン初心者講座のテーマはこちらです。ポケモン育成の基本、孵化源泉について知ろう。孵化源泉とはポケモンの卵を孵化させ理想個体のポケモンを手に入れることです。ランクバトルでは孵化源泉したポケモンを育成してバトルすることが勝利につながります。ステップ1、孵化のやり方。預かり屋さんに2体のポケモン、オスとメスを預けることでポケモンの卵を入手できます。卵を手持ちに入れて歩き回ることで卵が孵化しポケモンを入手できます。預けるポケモンはオスとメスの組み合わせであれば何でも良いわけではなく、卵グループが同じポケモン同士のオスとメスである必要があります。卵から孵化するポケモンはメスと同種類のポケモンとなります。卵グループについてはゲーム上でね、しっかりと表記されていないので攻略されているので確認しましょう。ステップ2、孵化源泉の目的。孵化源泉では主に3つの目的を目当てに行います。個体値、性格、特性。まずは個体値についてご説明いたします。個体値については高個体の、ね、ポケモンを狙っていきます。個体値が高いほど成長した際のステータスが高くなります。個体値を含むポケモンの強さを決める産地、種族値、個体値、努力値については第1回ポケモン初心者講座を見ていただけると理解が深まるかと思います。生まれたポケモンは通常両親の個体値を合計3つ引き継ぎます。残りの3つの個体値はランダムに決定されます。孵化させる際に親ポケモンに赤い糸を持たせた場合には合計5つの個体値を引き継がせることができます。したがって両親の個体値が高いほど生まれてくるポケモンの個体値が高くなる確率が高まります。続いて性格について説明します。性格についてはそのポケモンの育成方針に合ったものを狙いましょう。ポケモンの性格は全部で25種類あります。孵化させると25個の中からどれか1つの性格が選ばれます。性格によってポケモンのステータスに性格補正というものがかけられ育ちやすい能力が変わります。ここで、例を示します。例えば臆病という性格の場合、素早さが 1.1 倍になり攻撃が 0.9 倍になります。したがって特殊攻撃メインのアタッカー向けの性格といえます。特殊攻撃メインのアタッカーの場合は攻撃ではなく特攻のパラメータを使うので攻撃が下がっても特にデメリットはありません。臆病を選択するポケモンとしてはリザードンなどが有名ですね。で、例の2つ目です。続いてズブトイという性格の場合、こちらはですね、防御が 1.1 倍になり攻撃が 0.9 倍になるというものです。こちらの性格はね、主に物理受けのポケモンに向いた性格と言えるでしょう。ドヒドイデなどはこのズブトイ性格である場合が多いです。孵化させる際に親ポケモンに変わらずの石を持たせた場合、親ポケモンと同じ性格のポケモンが生まれますので覚えておいてください。そして3つ目、特性のご説明をいたします。特性についても性格と同様育成方針に合ったものを狙いましょう。特性とはポケモンが持っている特殊能力です。1匹につき1個の特性を必ず持っており、進化したり専用アイテムを使わない限り変わることはないものです。特性はポケモンの種類ごと決められた最大3種類の中から決定されます。ここで例を示します。リザードンを取り上げてみましょう。リザードンの場合、特性は2種類ございます。1つ目が猛化。こちらの特性は HP が3分の1以下になった場合、炎タイプの技の威力が 1.5 倍になるという特性です。そして2つ目の特性がサンパワー。こちらは夢特性になります。夢特性については後ほどご説明いたします。こちらの特性は天気、日差しが強いの場合、特攻が 1.5 倍になります。ただし毎ターン終了時に最大 HP の8分の1のダメージを受けることになります。
夢特性は特別な特性ですね。草むらで遭遇したポケモンでは持っていない特別な特性になります。マックスレイドバトルまたは通信交換で入手することが可能です。孵化させた場合はメス親の特性が引き継がれやすいです。またメスポケモンが夢特性の場合 50% の確率で子供も夢特性が遺伝されるというふうに言われております。オスポケモンが夢特性の場合は子供に夢特性を遺伝させることはできません。はい、そしてステップ3になります。ここがメインですね。孵化厳選の手順。孵化厳選の目的まで理解いただけたところで実際の孵化厳選のやり方について説明していきます。手順は全部で3つですね。手順1、まずは高個体のメタモンを用意します。できれば 5V または 6V のメタモンを用意するとかなり効率が上がってくるでしょう。メタモンというのはどのポケモンと預けても卵を作れる特殊なポケモンなんです。オスや性別不明のポケモンと預けても卵はできます。生まれるポケモンはメタモンではない方のポケモンとなります。はい、続いて手順2ですね。メタモンと孵化厳選したいポケモンを預かり屋さんに預け卵を産ませます。はい、続いて手順3。手順2で高個体のポケモンが出たらその高個体のポケモンを親として入れ替えながら孵化作業を繰り返していきます。メタモンとね孵化させるよりも同じポケモン同士で孵化させる方が卵が生まれやすくなります。高個体の親ポケモン2匹を預けたら理想的な個体が出るまでひたすら卵を孵化させます。この流れが孵化厳選というふうに言われております。はい、いかがだったでしょうか。孵化厳選はとても時間のかかる作業ですが自分の理想とする個体が生まれた際は何とも言えない達成感に包まれます。皆さんもたくさん孵化厳選をしてポケモンライフを楽しみましょう。以上、ヤマトランクスでした。アデュー。